はい、こんにちは、マリモです。ということで、今回も幻想人形インプの方、やっていきたいと思います。まずはですね、このアイテムの方が、ちょっとね、あれ、契約の糸っていうね、もう封印の糸がなくなってしまったので、それを買いに行きます、まず。いやー、とりあえず買いに行きます。もうね、帰るのはすぐですから。帰んのは一瞬ですよ。帰んのは一瞬です。よし、とりあえず買っていきましょう。なんだっけ、封印の糸。ちょっと待って、まず売ってからにしよっかな。すごいな。魔法のかけらがすごい。あ、銅線もすごい。これめっちゃ売れんな。魔法のかけら。よし、1、2って53もいらないな。銅線50、ん?銅線って安い値段で売れるだけだよね。じゃあ、50個ぐらい売っちゃいますか。いやー、お金がすごい。お金がすごい。それで、買いましょう。よし、封印の糸。おぉ !79 個。とりあえず50個買っときますかね。そんなにいらないか。25個ぐらい買っとけば、とりあえずはなんとかなるでしょう。よし、終わりです。よし、ありがとうございます。あ、こっちが言うの変か。よし、じゃあ、戻りたいと思います。あ、そういえば、あの後、一応攻略サイトをちょっとね、見て、ここの竹林の突破方法がないか確認してみたんですけど、これ竹の子の数で、これ時計になってるらしいんですよ。これ12、3、6、9ですね、時計だと。その数で、これは6だから下ですよね。で、これ12個あるから上。で、さらにここは6個あるから下になるらしいです。で、ここ竹の子9個ありますよね。だからこっち右側で、ここもタケノコが9個あるから右で、3個だったら左ですよね。これは12個あるから上、3個だから右、12個だから上、12個だから上ん、これは6個だから下、12個だから上って感じでいけるらしいですね。いやー、それ知ったときはね、すごい驚きましたね。じゃあ、レベル上げの方やっていきましょうかね。お、かぐや!お、かぐやが出てきたか。どうしよっかな。一発ぐらい攻撃できるかな。これバーンとか倒れたら怖いな。うわぁ、ぶれな。殺しちゃうとちょっと、うわ、結構強いぞ。よし、さっき買った。この封印の糸を使いましょう。オッケー。生きて、あ、意外に弱い。意外に弱いですね。じゃあ、陰の気力で決めちゃいましょう。はい、オッケーです。はい、かぐやさん、ゲットです。あ、かぐや、よし、オッケー。よし。あと、モコとかいそうだよね。結構、永遠帝メンバーが集まってきた。あとは、モコとか。はい、とりあえず、1時間の苦闘というか、訓練を得て、まあ、ここまでやってきました。とりあえず、まずは装備をね、しっかりしようかなと思うんですけども、まず、ルーちゃんね、レベル37まで上がりましたね。あれから7ほど上がってますね。闇属性だよね。で、大妖精が、大妖精が自然属性、覚えておきましょう。で、チェンが、風。はぁ、あ。あ、ミスター。ナズが、大地とか鋼鉄とか、心が、心はいいか、とりあえず。小鈴が、無。無ってないってことかな。じゃあ、それを、まあ、知った上で、この装備をね、
無属性、あ、無属性ってあるのか。名属性はなかったな。あ、自然属性あったねって。じゃあ自然属性、これ持たせましょうかね。大王星ですよね。よしよし、これで少し強くなるからね。これを小鈴にとりあえず持たせとこうと。名属性、大地属性って持ってる人いなかった？持ってるやつ。大地属性、夏だっけ？夏だっけ？大地じゃなかった。持ってるよね。よしよしよし。で、この、スタイル、なんとかっていうのがあるんですよね。これ強化かな？これスタイルチェンジですよ。これスタイルチェンジをするとどうなるの？おう。今、ノーマルだったよね、確か。だから、パワーにするか、ディフェンスにするかってことか。どうしよう、ディフェンス、パワー、パワーにしとくか、とりあえず。スタイルは戻せない。でも、ルーちゃんは基本あれだからな。攻撃型だから、パワーにしましょうかね。おーし、スタイルチェンジ。じゃあ次、この辺全員なんですよ。大妖精やるか。大妖精ね。大妖精は、違う、強化か。強化、大妖精のスタイルチェンジどうしようかな。ディフェンスにするか。スピード。いや、ディフェンスでいいわ。よし。じゃあ、チェン。よし、じゃあ、チェンは、情報、強化で。チェンのスタイルチェンジは、スピードか、アシスト。アシストって何？チェンスピードにしとく？アシストってちょっとまだよくわかんないから、ちょっと。アシストの方がいいのかな？よくわかんないけど。ちょっとあんまり詳しくないもんで。じゃあ、次は、ナズのスタイルチェンジ。スタイルチェンジって。ナズも、ディフェンス強化にしておくか、とりあえずは。で、最後、小鈴かな？心はちょっとあれなんだけど。小鈴あえてアシストってやつにしてみるか。あえてね。あえてアシストってやつもつけといてみようかな。よし、OK でしょう。これで多分なんとかなったかな。基本あんまセーブするとか見せないんですけど、まあこういう感じですね、セーブは。よし、じゃあ、とりあえず基本的な準備は完了したので、とりあえず撃退に行ってみましょうかね。いやー、前回はコッパみじんになられましたけど、今回はいけるんじゃないでしょうか。来ましたね。まあ、ご覧のありさまです。よし、じゃあまあ、前回ストーリーは読んだので、ちゃちゃっとやっていきましょう。モコ、これ3体持ってんだよね。で、1個1個が27とか26なんだわ。まあ、10プラス、HP が101になってんじゃん。え、めっちゃ HP 上がってんじゃん。おう。あのね、レベル上げんときはレベル3、HP 30ぐらいだったんです。うわー、けども結構食らうな。くそー。でも、ルーちゃんのパワーは上げてるから、うわー。もう、回復も結構使っていこうか。お金は全然あるし。白玉団子使いましょう。あっぶねえな。HP だけで一旦終わるからな。怖いなぁ。ちょー、痛恨。これで痛恨っすか？先に攻撃できないか？よし、できた、できた。オッケー、ふと。ふとまででルーちゃんを生き残しとける。でも、ふとの攻撃で最悪死ぬからな。今30だっけ？いや、まだ白玉団子ぐらいでいいわ。よし、オッケー。ふとがどれぐらいやってくるかがわかんないな。あー、それぐらいか。じゃあ、結構、いけるね。
で、レベルも26だから多分そんなに HP も、微妙かな。27と26の差ってあんまりないからね。よし。もうちょっと耐えられるだろう。あともう一発ぐらい食らえるかな。多分もう一発ぐらいやれるかな。危険だな。いや、あえてもう一発やりましょう。ギリギリまで粘りましょう。猛攻。うわ、レベル30か。うわぁ、やっぱ想像通りっちゃ想像通りだけど。どうしようかな。地霊まんじゅう使っちゃうかな。使っちゃってみますか。うわぁ、100。使いましょう。うわぁ、ファイアウォー。ファイヤー、うわ、ファイヤーウォール。ファイヤーウォールってあれですよ。あの、パソコンにかけたりする、ついてるやつっすよね。やば、やばい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 。うわ、嘘でしょ？嘘でしょ？やばいかもしんねえな。まさかのここで殺されるパターンじゃないか？殺されるパターンだけは嫌なんだけど。でも全員一撃ずつ与えられてけば、なんとかギリギリ持つんじゃないか？俺、チェンが意外に強いんだな。レベル33で。おぉ！チェンナイス！チェンナイス！チェン超ナイス！ 1！ めっちゃナイス！うぇぇ！いいよー！めっちゃレベルアップしたね。見事なまでに負けちゃった。やめよ、やめ。完全にやる気が、なんだっけ、尖れてかな尖れてしまったわ。いろいろと迷惑かけたよね。ちょっと暴れすぎちゃったみたいだし、今回はこれぐらいにして竹林に戻るわ。何か用でもあったら、会いに来てくれたっていいのよ。またあなたとも勝負してみたいからね。かぐやは大丈夫になった？ちょっと、モコ、まだ終わって。姫、もういいでしょう。助かりました。これでなんとか一件落着です。マリモさんにはお世話になりました。何かお礼をしなくてはいけませんですね。いけないですね。え？降臨堂さんから買ったものを貸してほしいのですか？そんな目的だったわ。だいぶ前で忘れてました。え、用も済んでいますし、構いませんよ。なんだっけ？木こり人形？なんで木こり人形探してましたっけ？ちょっと忘れてしまいましたね。これは、細い木、助かるわ。道にある細い木を切る道具。道を塞いでいる細い木の前で使えば、先に進むことができるんです。あと、それはお譲りします。あざす。うちの物置にしまっておくよりは、マリオじゃねえ、マリモさんの方が有効活用できるでしょう。さて、私たちはこれから後片付けですね。マリモさんは、なるほど、旅を。この後は、コウマ館へ向かう。コウマ館になんか気合ったような気がする。それでは、帰りはウサギの竹林の道案内をするように言っておきます。必要なら、外のウサギに声をかけてくださいね。帰り？道中は気をつけて。帰り？あれ、自転車でバンで行けんじゃん？行けるじゃん。なんかあんの？また特殊ルートとか？いや、ないだろ。いやー、とりあえずレベルが上げがすごく大変だった。それが僕の第一印象かな。お？マリモさんですね。や心様から話は聞いております。竹林の外までお送りしましょうか？じゃあお願いします。はい。ちょっと待って。マリサいるんだけど。マリサいるんだけど。ちょっと待って。記録しておこうよ。いやー、とりあえず、いろいろ、やっぱ気づかれた。俺 HP ね。お前も、お前で頑張ってるらしいな。いろいろ聞いてるよ。エンテにもどうせ何かしに行ったんだろ？へぇ、ケーネのお使いか。そんなことを頼まれるんだ。前よりは強くなってるだろ？ちょっと待て。せっかくだからこれからバトルしようと嘘だろ。なーに、実力試しってやつだよ。さあ、かかってきな。ごめんなさい。私 HP ないんです。回復し忘れましたね。うわ、嘘、いきなりしかもレベル28かよ。勝てる予感がしねえ。うわ、曲がいい。105。なんか、どんどんなんか、
雑魚敵は弱えのにさ、あー貫通でこれか。でも3体いるからな。曲めっちゃかっこよくね。うわー来た、痛恨な一撃。他のやつキャラが使い物にならないっていうね。頼む、アリスだけは大王星倒してくれ。いやー勝てる自信がないんだけど大丈夫かこれ。あーギリギリセーフって感じか。マリサはパチュリー。わー魔法使いシリーズ出してくんな。マリサ多分最後レベル30とか言ってんだろうな。頼む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 、1だけは残してくれ。頼む1だけは。うーそでしょー、やべえよ。チェンチェンギリ使えるか。チェン一発くらい攻撃ができんじゃねえか。とりあえずチェン一発くらい攻撃してくれ。あざっす。よし、いい、いいよ、いいよ。よし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 。もう、一体ちょっとな、あんまクソ弱いからな。なぜ行くか。怖いな。怖っ。殺されんじゃねえかこりゃ。おぉ、ナズが一味に強かった。これな、どれくらい食らうの？ナズで耐えてみるか。ナズ意外に強いな。ナズをうまく回復に使ったりしてみるか。うわぁ、食らう食らう。おぉ、結構食らうな。ナズ殺すと結構危険だから。くそー、しょうがねえな。白玉団子使うか。ナズだけが唯一頼りになるから、今。なずもう一発ぐらいやってて、あとは小鈴に任す。うわっ、なんだこいつ。やりよんな、こいつマジ。いいね、いいね、いいね。やられちゃったけど、あとは、この人たちで、なんとかなるでしょう。HP であんまないけど、まあ、なんとかなるだろ。さすがに75は、うわっ、マジで、そんなに食らうの？あ、OK です。OK。うわぁ、ぶね、ギリギリセーフじゃん。超ギリギリセーフですよ。ひぃ、油断しちまったな。まさかここまで力つけてるとは思わなかったぜ。そういや、これからどこへ行くんだ？駒ガンだって？なるほど、アリスがそんなことをな。それじゃあ、私は先へ落ち着くぜ。今度はもっと強くなってから、負けないようにお前も強くなっとけよ。いや、お前のさ、退場法が。うわ、戻ってきたし。そういや、今回のはケーネのお使いなんだろ。なら、駒ガンに行く前に寺子屋に寄っていくといい。あいつはギリ賢いから何か、うぃぃ、何かくれるって。今度こそ行くぜ。じゃあな。よしよし、じゃあ寺子屋寄っていきましょう。なんか金がもらえるかもしんねえな、金目のものが。とりあえずシャチャッと帰っていきましょうと言いたいんだけど、回復させてーん。回復してもらったによし。じゃあ人形箱開きましょうかね。じゃあちょっとしたキャラ変更してみますか。心がすごい弱いんだよ。心があんまり強くないから、テイと交換しようかなと思う。テイも弱いんだけど、結構意外に見た目を重視してるときは強固。迷うな。サニーね、クソ弱いけど入れとく？何にも、あえてここに入れるっていう。いや、あえてここに入れちゃダメだろ。これさ、これチェーン、この前段階で手、この、こうしてみるか。ああ、ちょっとなんか。すいませんね。なんか表示されてしまいましたと。こんな感じでいいっすかね。これにした理由は、あんまりないっす。深い理由はないんですよ。まあね、やっぱね、なんだっけ、なん嫁と冒険する、違うわ、いや合ってたっけ、そんな題名だったような気が、そんな違う、キャッチコピーだっけとかいうのがあるんですよ。とりあえずだから、まあそれに沿って、まあ強いやつもいるけど、まあ自分の
好きなキャラ使ってった方がいいのかなーって感じがします。なんかマンネリ化しちゃうじゃないですか、やっぱキャラクターずっと同じだと。マンネリ化はさすがにやっぱ避けたいので、個人的にまあマンネリ化はしないという形。よし、じゃあ寺子屋ここじゃなかったか、これ寺子屋だよな。あ、違う、あ、小鈴のとこだ。あれ寺子屋どこだ寺子屋どこだ、ここかな、寺子屋。あったあった、あってたあってた。よし、物取りに来たぜ無事に園庭の問題を解決してくれたみたいだな。あれ、ケーネってどんな声だっけ。ああいうことは何度も起こっていたんだが、今回ばかりはタイミングが悪くてな。本当に助かったよ。ほんのお礼だが、これを受け取ってくれないか。スキルカード70。あ、スキルカードってのもなんか使えるし。それは人形にスキルを覚えさせる道具だ。きっとマリモの役に立つ。はい、気をつけてな、と。スキルカードか。じゃあ最後、今回スキルのね、なんかやって終わろうかな。スキルってのがあるんですよ。今回ちょっとこういうレベルアップ的な感じ。コンティニュー。ちょっと待って。2ターンの間、待って、2ターンの間停止状態になり、HP。ん？なんだこれ。絶対使った方がいいやつじゃん。習得みんなできんだ。まあ、一番絶対使うだろう、ルーちゃんでしょ。ルーちゃんに、新しく習得する。うぃー。あ？じゃあ使いましょう、スキルカード。じゃあナズが習得できるから、とりあえずナズに習得させようと。下払い。あれ待って、スキルカードってなくなんないタイプか。これみんなにつけられんじゃん。とりあえず、とりあえず、じゃあみんなにくっつけ、ぶつくっつけとくとりあえずねふっかんうまい。あ、なんかいろいろ持ってんな。あ、いろいろ持ってんじゃん。ナズこれいるか。あ、あ、ナズもまだ入るのか。じゃあこれも入れちゃおう。おぉ、すごいね。これ無限に使えるってのはいいじゃん。なんで今まで俺使わなかったんだろう。習得できるって入る？入るか。じゃあ入れてみるか。習得できる。入らないもんな。じゃあとりあえずいいや、この人たちは。よーし、じゃあスキルも入れたことで、まあ次回から冒険がきっと多分楽になるでしょうって。もう敵のレベルもすごい強くなってきたからね。じゃあ次回はまあね、コーマ館に行くっていうね、ストーリーから開始したいと思います。よし、じゃあ今回ここでね、終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回も見てください。では、さよなら。